ちなみにメイヒンが美味しそうに食べております竹、種類は妄想竹と言います。ここアドベンチャーワールドのパンダたちに主に与えている種類がこの妄想竹なんです。さて皆様、長らくお待たせいたしました。向かって右側、立候補者側の運動場も準備が整ったようです。すでに後ろの小さな扉開いております。さあ運動場へとやってまいりました。5歳のメスのパンダアイヒン、先にやってまいりましたメイヒンの双子のお姉さんです。パンダはメスで、オスよりも少し早く4歳の頃大人の仲間入りをするため、今現在はアイヒンとメイヒンもう一緒の運動場に入ることはありません。1頭ずつ別々の暮らしをしております。ですが2頭今月中中国に旅立つことが決まったということもあり、双子の兄弟揃って並んで竹を食べている ところをご覧いただけるよう、特別に竹も仕切りの近くに置いております。さてお姉さんのアイヒン、すぐに竹のところへと行かず、少し芝生の上を歩き何やら食べております。実はパンダには餌の9割竹を与えておりますが、残りの1割程度ほんのわずかおやつを与えているんです。ジャイアントパンダたちに与えておりますおやつ、内容はリンゴ、人参、動物用のビスケットです。またパンダたちは甘いものも非常に好きでして、特にリンゴは大好物ですが、与えすぎますとお腹を壊す原因にもなりますので、おやつの量は1日、また1頭あたりの量がしっかりと決まっております。